はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえずソードマスターをゲットしたんですけれども、まあとりあえずまだ誰にもソードマスターはつけてません。まあイデアをちょっと先制術師にして、アビリティですね。とりあえずどれだ、ジョブアビリティ、未来予知、レベル3までちょっと上げたいですね。敵の先制攻撃とブレイブアタックを無効化する、これをちょっと覚えましょう。と、あと先に進むのにアイテムが全然枯渇してるんで、ハイポーションをちょっと大量に買い込みましょう。大量に買い込めないし金がないどうしよう、とりあえず10個くらい買っとこう。うわ、本当にお金がない。フェニックスの女意外に死ぬからな、1人2回分くらいは。ちょっともう900円しかない。エーテル、エーテルもな結構重要だけど、500円もすんのか。あとはちょっとポーションでしのぐか。じゃあ間違えた、とりあえず買えるだけ買おう。マジックパワーの節約48個、 OK、 6円になっちゃった。ちょっとこれで進んでいきますか。エンカウント率はどうなってたんだっけな、マイナス 100% だから出ない。よし、これで、あれこっちだっけ、目的地が下の方になってるけど、何すんだっけな、なんかちょっと間が空いちゃったから忘れちゃったな。とりあえずブレイブを連発して、ベノムスネーク、おっとっとっと、これで攻撃にしよう。マジックパワーは極力使わない方向で。よし、うん、マグヌイアは結構いい感じだな。ん、なんかここになってんな、何しに行くんだっけ。あ、そうだ、時の羅針盤だ、思い出した。あ、魔法の人たちがいるね。とりあえずリピートで大丈夫でしょう。よしよしよし、この洞窟か。これは何洞窟だ、なんか立体的だな。またあれ、緑のやつは何、なだらけす会食堂、いきなり緑のやつがあるし。ここがなだらけす会食堂、ここのどこかに時空の時の羅針盤じゃなくて時空の羅針盤だし。 あの猫は、猫は危険だぞ、今完全に操られてるからな。まさか、あのミネットってこの手先か、気づかれた。ん、なんだなんだ、きっと時空の羅針盤を探してるんでしょう、あの猫たちよりさ。猫なんかに負けてられるか。こっちの嗅覚を鋭く。ああ、これあれか、スイッチか。なるほどなるほど。宝箱が見えるけど、こっちはいけないか。この下いけますね。なんかあるかな。あれ、なんかいる。ああ、あいつか。召喚師の人か。わしの持つ名刀コレクションが目当てでここに来たのじゃな。この刀をくれてやる、くれてやる、備前長船。やったー、強いのかな。でもな、刀のやつがいないからな、今。ソードマスターになった時に、装備させるか、備前長船持ってるかな。お、間違えちゃったよ。マグノーリア、もともと何装備してたっけ、こいつ。弓だ、弓。ミスリルの弓。備前長船、ちなみに57か。全然弱いな。あ、伊勢の森よりは強いかな。伊勢の森っていうのか分かんないけど、刀刀、あ、これだ。お、上がる、ちょっとちょっとしか上がんないまあいいや、
まあここで本来だったら召喚士がいれば召喚魔法が手に入ったんでしょうけど、うわ敵の先制攻撃か、超食らったんだけど今倒せるか、え、やばい、これはやばいぞ、トルネード弱い、なんかクリティカルがやたら出んな。よし、月魔法の2、あの上の宝箱も欲しいしな、とりあえずこっちか。あれ、これは赤いスイッチだから、ちょっと待ってよ、あー赤いスイッチを押してこれを下げれば宝箱は取れますね。じゃあ押すか、へい、ポチッとな。ちょっとめんどくさい洞窟だなここは。またこいつらか。とりあえず一ターンで倒せることが分かったから外したおお、クリティカルが出た。おお、なんかめっちゃクリティカル出んの。あ、剣が効かない、素早いのかあいつは。こんなモンスターがいっぱい出てくるところであの猫たちは襲われないのかな。イチコロだろ、ホワイトケープ毒か。そうするとめんどくさい、またスイッチ押さなくては。ニョキ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 っと、わあ新しいやつだ。あいつ魔法しか効かなそうだけどな。3ヒットで72か。あ、でもクリティカルだよな。お、なんか吸っちゃった、マジックパーだよし、頼む頼む、倒したギリギリだ意外にシルバーチャリオット強えな。武器回収、あ、投げた武器を回収できるっていうやつか。あんまり武器投げないかんな。でも武器回収があればどんどん投げていこうかな。なんか投げる武器なんてあったかな。南極の風、そういやこういう攻撃アイテム全然使ってないな。もう宝箱は全部取りましたね。残り0になったんで次のフロア、ここ5個もあんのか。あそこに落っこってるのが見えるな。こっちはいけない、上か下か、どっちだ、下から行こう。敵のブレイブアタック、このパターンだったら一旦でいけるかな。エアロ、うわ80か。うん、三刀流まあまあいいな。強い強い、スピンがそろそろ800になる。ちょっとポーションで回復させましょう。 U は減ってきたかな。こいつ超減ってる赤いやつもあるのか。どうやって攻めるか。下からとりあえず行けば宝箱に巡り合えそうだ。あー、置いたからはこう取れない。エーテル、エーテルは結構貴重ですからね。500円するから、そうするとちょっと考えないといけないけど、ちょっと先にこっちを、ないか、何にも。連戦の予感、ちょっと待って、連戦の場合はブレイブを貯めとかないといけないんで、精霊魔法、こいつ何が効くかな。ライトニングでもやってみますか。一旦ずつと一旦ずつ、こいつ強い、ライトニング、アイシクル、え、ホワイトウィンドなんて持ってんだ。 FF と同じであれば自分のヒットポイント分だけ回復できるっていう。やっぱり一旦ずつやるとなかなか決まらないな。イデアしか動けないな。連戦になるとね、回復ができないっていうのがきついんですよね。疲
隙魔法ってあれでしょ、物理攻撃力を上げるとかだよね。ブレイジング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 でいこう。いてー、沈黙になったよ、マジかよ。完全にハメだ、間違えた。だがここで一気に決める。で攻撃力ある上がるウルフの構え、ここから攻撃に入ろう。でこいつもブレイブを使って攻撃しかできない。よし、総攻撃だ。全然わかんないし、いやー倒せないか。フェロモン、うわいっぱい現れた、これは危険だ。タコ殴りになるぞこれ。マグノリアが死んだ、やばいな。フェニックスの方で生き返らせて、どうしようかな。ヤマビトソ使おう。なんか意外に長期戦になってんなこれ、ただの雑魚的なのに。あ、キラーアントとマジックアントで若干違うんだ。下がマジックアントでキラーアントが上、全然見た目わかんないし。うわははは、強い。なんでこんなに雑魚敵が強いんだ。いってー、焼けろ焼けろ。これで大丈夫っしょ。よしよしよし。いや、この連戦はマジきつかった。フェニックスの早速使ってるよ、ポーションも。もう32個しかない。いや、これ上通るんだから、あ、そういうことね。一旦これを下に下げて、こっちなんかある。でこれを上に上げて、で戻ってピンクのやつを上に上げれば登れると。よしよし、ちょっとだけやっぱりめんどくさいなこのダンジョンは。そしてまたこのパターンか。でもこのパターンだったら一旦で倒せるはずなんだよな。どうしよう、精霊魔法をちょっとブレイジング使おう。よし、総攻撃だ、かかれ。キラーアントですねこいつは。そうするとヒットポイントもあるな、もう雑魚敵のくせに。 FR200 ブレイジング、よしよしよし、もう一回。いや倒せないか。ホワイトウィンドで24回復したってことはリピート24残ったのか。よし、物理防御 20% アップ。こういう基礎的なものはもうずっと役に立ちますからね。早速つけましょう、マグノリア。残りコスト2しかないな、だいぶつけてんな。ほい、じゃあちょっとそろそろ変えますか、すっぴんから。ソードマスターにしよう。シャキーンで、アビリティは、まあ、三刀流はつけとくでしょ。これどうしようかな、すっぴん技だな。半分子がやっぱり使えるから。全然これできないから。刀、刀だな。伊勢の森。よし。縦が装備できるか。
ラウンドシールド。で、頭はこれ。銀縁メガネ。うん、これでいいかな。あと、宝箱4つもあるのか。あ、なんか右上。あったなぁ。降りなきゃいけないのかぁ。めんどくさい。取ろう。取りに行こう、これは。多分こっからだな。さあ何が入ってる。500円。取りに来た価値はあったのか。でもお金はすぐなくなるからな。また連戦の床か。リピート解除、間に合った。どうしようかな、アイテム使っちゃおうかな。なんかここら辺ちょっと使ってみよう。南極の風がいっぱいある。南極の風、ボムのかけらも使おう。あとは天狗のなんちゃら。いいや、こいつらは。攻撃しよう。いて、反撃しろ。なっちゃ、つえお、つえ、つえ、つえ。いた。いた。これ強い。南極の風とボムのかけら。てか、アイテム強え。くらい500。これアイテム結構買いだめしよう。おお、強い強い強い。ソードマスター強い。刀の心得。もういきなり覚えたのか。まあ、確かに刀が S になるって言ってもな、ちょっと微妙だしな。そんなに刀を使いたいってわけでもないんで。ポーションがもうない。21個。いやでもあれだけ買いだめしといてよかった気がするな。てかまだ2フロア目だからな。全然進んでないといえば全然進んでないからな。どんだけ長いかわかんないけど。また連戦、ちょっと厳しいな。なんでまた使うか、南極の風とボムのかけら、このパターンで。この2人はちょっと連戦に備えてデフォルトしよう。それがいい。反撃、うん、いけ。でまたこいつらか。でここはもう全力を出していく。ただ2人、うわー、フェロモンでいっぱい来たよこういう時におとなしくアイテム使ってくればよかった。アイテム使おう。ない、天狗の怒り。こいつ4回使って、あとはもうブレイジングだな。4連射いっていっていって、うわー、めっちゃ回復したー。しかもあいつ回復したし、魔法玉くん。確かに色が風っぽいからななんか見た通りだから、もっと考えればよかった。何カーズってよ。あ、攻撃力が下がってんのか。先生カニズミから受け継いだソードマスターの力見してやる。でもまあ 1.5 倍の経験値とか入るとだいぶ上がるな。うおー、ドーピング、ドーピング、やった、大地のドラフだ強そう。あれ、左って言ったっけ。え、忘れちゃったな。ああ、アイテムが起こってる。フェニックスのこれで、あとは左下の青い宝箱だけか。じゃあ次のマップに行きましょう。ここも宝箱が5つもある。だんだん複雑になってくると、このスイッチもめんどくさくなるから。え、ランタンみたいなのがいっぱいいる。どうしようかな。大地のドラム、土属性か、効きそうだな。使おう。
で、こっちはもうブレイビー4連射して、で均等に攻撃していこう。全体攻撃のなんかアビリティが欲しいな。バルキリーとかだったら確かあった気がするんだけど、くらい500か。まあいいや。てか固定ダメージだなこれ。でも4回使えば2000当たるってことでしょ。めちゃんこ強えな。プレイジュー、よし落とせ。反撃バイソン。でもフェンサーも意外にもうレベルが上がってるな。6か。次何覚えるんだろう。構え効果持続。あーなるほどね。最初からウルフっていうのもいいな。どうしようかな。もう1500になると結構大変だからな。ちょっと別のにしよう。どうしようかな。おとなしくすっぴんにしとこうかな。物理防御 20% まで覚えさせましょう。これは役に立つから。じゃあ、アビリティへ移動して。ちょっと DS の電池がなくなってきた。ちょっとお待ちを。はい、失礼しました。ちょっと DS の充電器をつけたので、途中でいきなりプチって切れたら最悪だしな。とりあえず下から攻めるか。宝箱。盗賊の固定。なんだこれは。素早さが上がるとかかな。盗むの成功率が上がるのか。でも盗むないしな。シーフ普通に防御力が上がるんで変えましょう。何これ。こいつ何。あの猫もしや。話してみよう。にゃーん。なんだよ。仕事しろ猫。こんなとこでサボってないで。コウモリが出てきたな。ブラックバット。ブラックバットは多分炎に弱いでしょう。ブレイジング連発。ゴー。ドスキバ。均等にやっていく方がいいなこれ。魔法が冴える。キューマ遅いな。こいつの攻撃がブレイジングにしかも弱くないし。うわー残ったかー。うおー死んだ毒で。このまま押し切ろう。また大丈夫っしょ。おー危ねえ危ねえ。またフェニックスのを使うのか。で、毒消しも使わないといけないし、ポーション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 、なくなる。あと1個しかない。どっちだ？とりあえず宝箱を取って、800円。お金は貴重だ。これ、触っとくか。これで、下が通れるようになって、これやらないとあれだな。上に行けない。もうなんか怒ってる。テレポストーン、帰れってことかな。テレポストーン一つのダンジョンに絶対一つ怒ってるな。このパターンかー。
どうしよう、アイテム使っちゃおうかな。なんかもったいないな。すげ、しまった、こいつ。そうだ、すっぴんだからすっぴん技2つつけてもしょうがねえや。平成魔法、なんだ、ライトニングもらうのか。トルネード、アイシクル、とりあえず1つずつやるか。オッケー、いったーい、反撃した、よし。めっちゃ食らう。ソードマスターの三刀流強えな。さあ反撃の逃し、あ、今何だった、トルネードだったこっからまたあれだ、タコ殴りの時間が始まる。キューブ死ぬな、死んだ。一ターンじゃ倒せないか。トルネード使えばでも倒せるな。フェニックスのハイポーション、ハイポーション、ハイポーション、ハイポーション。毒消し、毒消し。緑スイッチ、あそこか。で、これを上に上げて宝箱を取りに行くと。ツバイハンダー、これ両手剣か？結構でかい剣だな。両手剣だな。攻撃力は上がるけど命中が結構低いな。命中大事だからな。複数回ヒットするし。ああ、あそこにセーブポイントがある、見えるけど、どっから行くんだこれ。どうすればいいんだ。あれ、こっから来たんだっけ。下に行ってないな。下に敵のブレイブアタック、このパターンだったらなんとかなるな。多分攻撃だけでなんとかなるはず。頼む、こいつだけ倒した、よし。弱い、すっぴん弱いぞ ゼロ、マジか先制手術師の攻撃力を甘く見すぎた。痛い、出る杭は打たれる。アビリティをちょっと変えよう。すっぴん技じゃなくて剣技だな。でティズが死にそうだな。ハイポーション、めっちゃ回復した。これを下に行って、上は何がある。あ、青か。で、なるほど、あの猫がなんかニャーンとか言って突っ込んできそう行かなかった。万能薬、いや絶対言ってくるよ。あれ、なんもない。こいつらはめんどくせー。何に弱いんだっけ、ソイルだっけ、ブレイジングだっけなんか忘れたな。絶対風ではないことは確か。エアロ使ってくるから、
すっぴん弱えぞマジで。どんだけアロ使ってくんだよこいつら。おい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 あー、ソイルじゃなかったな、ブレイジングだったか。ホワイトウィンド多分全回復されたなこれ。イディアの攻撃はな当たらないんだよな。じゃあやるなよって感じだけど。うおー、めっちゃ回復されてる。弱い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 、マジで弱い。ゼロ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 13って、やばい死ぬー。イディアもただマジかないからな。ブレイジングは一回やっとこう。見てー、なんとか生き残ったぞ。でもこのまま回復させないでコテージに寝る、テントで休む。いやきついなやっぱり。いいよ料理当番とか。よーし全回復、セーブしよう。道具4200円ある。おー売ってる、200円で買えるんだこれ。これ何なのもう餌みたいな、猫の餌って。あの猫にあげられんのかな。一応1個ずつ持ってる。これ何マジで、この食材みたいなの。まあいいや、とりあえずこれを3個ずつ買おう。オッケー、よし、これで多分ボス戦でしょ、この奥は。これ、なんかやんなきゃダメなの良くない？これなくて、この仕掛けあ、なんか置いてある。誰が置いたの、これ。そもそもこんなとこに。な、あれは。おぉ、いまいち形がわからないな。やりましたね皆さん。てかさ、こんなところにあったんだったらすぐ見つかりそうだけどな。あ、なしミネットの猫ね、これを皇帝に渡せばって。あんたね。ええ戦ってくるか。何しろミネットのに君みたいな子供。てかもうこの状態だと暗殺じゃないだろう。ミネットは猫に人間が作った善悪のもの。ミネットは皇帝に。ミネットの失敗をミネットのために。クルニャ、ビスマルク猫じゃねえし。え、これが猫。ライオンか。どう考えてもライオンも猫科だからなお前たちもユーニャルアルシニャメ。二人で来るか。これがね、ビビったか。ミネットにとっかなかった猫使いのアスタリスク所持者。猫使いのアスタリスク、なんかあんまり欲しいとは思わないな。どうしようかな。とりあえずアイテムを一個ずつ使おう。ボムのかけら、で南極の風、なんか効くのがあれば。で、ゼウスの怒り、一応天狗のなんちゃらも使っちゃおうかな。実際こういうの取ってたってしょうがないからな。これ何、無属性星の砂、強そう。いくつ食らった今、めっちゃ食らなかった。ソニックブーム超強い、攻撃力がやばい。これどうしよう、ちょっと2人ガードしよう。でスピン技で半分こでエクスポーションか。700回復すんな。これ250か。まあいいや、こっちで。で、地図はやっぱアイテム使ってこう。
ットポイントいくつあるんだこいつら。虫眼鏡で見よう。虫眼鏡多分そういうやつだろう。うん、まずどっちかだな。ビスマルクだな、こいつを。方向、なになになに、え、なにこれ、恐怖になっちゃった。な、寝た？マジか、寝たか。そして恐怖になってるからブレイブとデフォルトができないんだ。そういうことね。バンド役で隠させるか。誰にしよう、とりあえずなんとなくマグノリアでいいや。いや自分で回復させよう。バン、あ、そもそもユウ寝てるわ。これで回復しよう。万能薬。あ、しまった、ティジも寝てた。でもミネ、このなんとかパンを皇帝にも鰹節を。待ってくれ。なんかこのガーンってなってる状態で話してんのは変だぞ。大事だ、大事、皇帝がだからだ。もうダブルアタック、うわトニックブーム超減るんだよな。いってよし、一気に治った。ガードで、こいつは万能薬でマグノリアにしよう。で半分こハイポーションで、ティズもちょっとガードしとこう。うわ、うまい、うわ、踏ん張ったデフォルト、デフォルトで、またちょっと半分こで回復させよう。で、ティズは、それ虫眼鏡だよ。ねんねこやばい、これやばい暗い。2200、弱点火。これ、一回ブレイブで連射しようかな。で、ボムのかけら3発撃って、で、マグノリアは一応回復はいいか。南極の風。で、ブレイブブレイブで、ゼウスの怒り3発。アイテム頼みだな、完全にこれ。もうジョブも何、うわぁ、やばい。キズがやばい、死んだ。くらえ。ボムのかけら。3連射。くらえ。よし。ユーは相変わらず寝てるから、フェニックスの方でティーズを生き返らせて、また回復だな。いいで、攻撃力は弱い。で、ちょっと、イデアはガードして、こいつはハイポーションでティーズを回復させよう。で、デフォルトでガード。ソニックブーム！甘い。よし。よし、連射の時だ。剣技。劣化のウルフ。ウルフファング。バイソンホーン、うん、ウルフファングと。このパターンだな。で、アイテムに頼ろう。ゼウスの怒り。と、南極の風。ティーズも、あ、マグノリアか。マグノリアはちょっと回復。こいつも連射だな。あと何個残ってる？ゼウスの怒りが2つ残ってる。で、南極の風。星の砂使っちゃおう。よし！うわ、やばいねんねこー。くらえ。くらえ。1000。1750。星の砂、弱っ星の砂だけ弱い。いやー、完全にアイテム合戦だったな。猫じゃらし、まっしぐらフード。食材を手に入れたんだけど。本当に猫使いのアスタリスクなんて手に入るんだ。なんなの猫使いって。ソニックブームはでも結構強かったな。あのライオン呼べんのかな。
猫使い、敵の攻撃を猫を使って再現。ほう、魔物のアビリティを習得できる。猫の気持ちが分かるようになるとかなんか役に立つの。斧ナックル、斧なんて使うんだ。ふーん、いまいちちょっと活用方法が分からないけど。ビスマルク教授とも約束したんだ。さあミネット、ジャン、ジャン、ニャン、やられたか。面目にゃい、ニャン、皇帝にそれを。すまねえミネット。猫たち足と。お、死んだ。ニャン、待てジャン。猫だらけって2匹しか言えないんだけど。ちゃんは浮遊城に向かってるはず。ああ、時空の猫の言葉が分かるようになった。すげえな。猫使いのジョブになる必要はありません。え、じゃあ猫がなんか日本語喋ってくるってこと。ここはこれで終わりか。テレポス飛んで帰ろう。またアイテムがめっちゃ減ってるな。お金さっき大量に使ったかな。いくらある今。それも3351円はあるか。テレポストーン。入り口までか。はい、というところで猫使いのアスタリスクとかいうものを手に入れて、なんか猫の言葉が分かるようになりましたけど、じゃあ次回は浮遊城に乗り込むためラクリーカへ向かうところからですね、やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。